土木技術者のためのレビット入門。今回は通信講座のご説明です。こちらの土木技術者のためのレビット入門という本について解説をしています。お試しの無料講座は1章のみ始めています。事前準備として受講にはデビットの2019、2020または2021が必要となります。また章によってはシビル 3D、インフラワークス、ナビスワークスが必要な場合もあります。これらのソフトがなくても受講することは可能となります。書籍だけでは分かりづらいところをポイント解説として動画をつけ、質問には動画で回答させていただいています。このような悩みはありませんか？リアルタイムが忙しすぎてセミナーを受講することができない、 Zoom ではなかなか質問ができない、1日や2日講座では忙しすぎて予定が合わないが1ヶ月も期間があればやれると思う、わからないことを動画解説をしてほしい。到達目標は土木技術者のためのレビットを学習していただいて VimSim ソフトの理解を上げること、既存のファミリーを利用し新しいファミリータイプを追加すること、背筋やコンクリート量の集計表一般図を作成することが可能なこと、材質を設定し外観バースを作成すること、対象者と前提条件としてはオートディスクのレビットまたはオートディスクレビット LT を使用するまたは基礎操作を取得したい方には聞きます。また前提といたしまして Windows にインストールするソフトですので Windows の基本操作、マウス操作やキーボード入力等ができる方ということになります。レビットのソフトがない場合またはインストールされてない場合はオートディスクのホームページより無料体験版ダウンロードとして30日間使うことは可能ですので、研修自体ですね、受けることは可能です。ただ、体験版ですので、それを用いて商用にすることはできません。ここはご注意ください。講座の内容ですが、書籍プラス動画、要点をまとめたアジェンダ。ただし、マニュアルは台は入っておりませんのでご自身でご用意ください。また講座の内容に限りますがメールのサポート、 Q&A の動画となります。で先着3名の方というところになります。お問い合わせはこちらの LINE で。24日、25日の限定企画としてあなたの VimSim の悩みを聞かせてくださいというのをお願いしています。期間限定ですのでこちらの問い合わせフォームよりお問い合わせください。いかがでしたでしょうか。今回の VimSim レッスン TV オンラインはここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。